皆さんこんにちは。宅建士、プレミアムフルコース2024年版の全貌ということですね、お話しさせていただきます。担当しますのはレック専任講師水野と申します。どうぞよろしくお願いします。それではですね、まずレックのですね、宅建の講座の、これは完全な宣伝のみの話になりますが、講座レックので受けてみようかなって言った時に、どういう内容、どういうカリキュラムで、どれぐらいのボリュームあるのかというのをですね、私の方からですね、ご紹介させていただきます。で、何を使うかというとですね、こちら本屋さんとかレックのね、学校のところでね、お配りさせてはいただいているこちらレックの宅建士のね、このパンフレットなんですが、そのパンフレットの中にそれなりにね、この合格率の推移とか、宅建試験に役立つね、情報、出願数が28万人もいるとかね、そういったのがあったりとか、どういう形で、どういうスケジュールで試験がどのぐらいにあるのかとかね、そういうものとかが書いたんですが、そこら辺だとね、普通のガイダンスと呼ばれる、試験とはどういうものっていうようなガイダンスなので、もう今回は完全にね、その講座の内容をね、いきなりお話しさせていただきます。で、ページがですね、お手持ちの方は14ページなんですが、まずこのレックのコースで誰にも、もう万人に対しておすすめするのがこのプレミアム合格フルコースってやつです。で、この78回もあるんですけど、このプレミアム合格フルコースは、例えばもう初めてもやると、で、初めて宅建試験受けて一発で合格するぞと、でやるからにはもう一発で終わるぞと、その時にやっぱり法律の勉強って何やっていいか分かんない、何をしてどうやっていいか分かんないっていう時に、このプレミアムフルコースっていうのがもうフルのパックです。で、まずは理解スーパー合格講座という講座がありますが、これ担当ですね、私が収録させていただいてますが、このスーパー合格講座というのは俗に言う理解インプットと呼ばれるものです。インプットって知識入れる作業です。だと例えば独学でやられる方だと本を読む作業、そして本を覚える作業ですかね、こういうのを理解インプットって言います。で、このインプットは全部で34回、内訳は権利関係14回、宅建業法8回、法令上の制限11回で、免除科目って5問免除というのが、これ不動産会社で働いてますとね、一定の講習を受けると5問最初からもらえるという、そういうのがあるんですよ。5問免除がある方はやんなくていいです。で、5問免除っていうのがなんだかよくわかんないってことは多分ないですよね。なければやらなきゃいけない、5問分やらなきゃいけない、これはね、通信のみと、学校の教室だとやるやらない人、やらない人のために、ね、やってもしょうがないので、スケジュールね、もったいないので、だから通信だけで、この通信は私がやらせていただきますが、免除科目1回、これでね、全部で34回で、まず法律知識ゼロでも、もう言葉からね、噛み砕いていきます。で、若干口頭だと忘れづらいところは、でもね、なかなかね、やるやるって言って やんない年も多いんですけど、ブログとかね、あと、今でいう X、Twitter とかね、あとは、インスタ全然使ってないからやるとか言ってると、また詐欺だとか言われちゃうから言わないけど、でもそういうのとかで、なんかこう、フォローしながらね、やっていこうとは思ってます。で、まずはそうじゃなくても、一からやって、全然わかんないようにはならないはず、それがスーパー合格講座です。で、必要な知識をインプット、難しい専門用語は極力使わないようにする、専門用語をちゃんと覚えないとダメなところはちゃんと覚えてねって言います。でも覚えなくて済むところ、なるべく事例とか分かりやすいよね、なあ、そんなのあんのみたいね、でそういうことあるんだよとかね、そういうのね、交えながらお話噛み砕いていきますので、それで34回、結構時間がかかりますけど、ゆっくりと基礎をちゃんとつけるためにはこれぐらいは最低必要なんですよ。で、その2時間半30回そんな長いのと、ちゃんと根本理解するのって一連の流れが必要なんですよ。だから例えば単発の動画とかでね、10分ぐらいの動画とかでチャッチャッチャッとポイントだけチャッチャッチャッってやって合格できる方も中にはいらっしゃいます。今ね、やっぱり YouTube とかね、そういったところで有益な動画がいっぱい上がってるんだよね。で、そういったところを拾っててやってて受かる方もいるんだけど、いやー、受かんないんだよねと。多分長い講座でちゃんとストーリー形式に長い間の前後関係もちゃんと捉えながら、ね、その局所局所、そのポイントポイントだけで入れようと、そして合格に挑もうとしてるから、もしかして受かんないかもしれない。
で知識別に動画とか見てません、テキストだけでした方はもうテキストに書いてあることだけをただ覚えて、意味も分からず覚えて、それで問題、例えば過去問やれっていうから過去問やってた、ね、でもなかなか受かんない過去問でっていう方は多分ね知識の丸暗記系になってるんですよね。でそういったのをちゃんと丸暗記じゃなくてちゃんと流れで理解してっていう、そういうのを根本的にやるこのスーパー合格講座は誰に対してもおすすめできます。でこのレッグには、まあ、中上級みたいなその、まあ、基礎的な勉強できてる方向けっていう講座もありますが、まあ、回数短いのと難しかったりとかと、まあ、いろいろあります、うん、で、まあ、それでいいっていう方ももちろん多いとは思いますが、いらっしゃるとは思いますが、ね、わかんないですよ。基礎からもう一回ちゃんと作り直した方がどうせやるならいいんじゃないかなって私は思うのでね、うん、まあ、もしやったらこのプレミアム合格フルコースで、下のパーフェクト合格フルコースとかは講座のね内容がね少なくなるだけです。なのでスーパー合格講座ってこの最初のねレックのこの基幹講座っていうメインの講座には、まあ、必ず入ってるものなんですよ。で演習分野別これだけ演習総まとめ3回、うん、これだけとか言ってるとこれだけでいいような気がしますが嘘ですこれ、うん、だから名前嘘ついてますこれ。でも嘘ついてるけど、まずは権利業法制限っていうこのね、うん、分野やったらこれだけでいいからまずはやってみと。でこれだけで受かるっていう意味じゃないと思ってください。これだけで受かるったら嘘です、詐欺です、うん、これだけじゃダメです。でもこれだけまずはやっと、うん、でその次にマスター演習講座、インプットをやった、演習をやる、で問題を解かないと合格レベルにはいかないです。インプットのテキストを読んで問題を解かずに合格できるのはおそらくなんですけど、例えば試験というものにも慣れていて資格試験とかというのを得意としててね、まあ言い換えると資格マニアみたいな感じの方ですかね。で勉強のその知識のねインプットとか問題を読む力とかそういう読解力のもともとスペックがある方はそういうやり方でもやれるかもしれません。でも普通は問題がどう出るか分かんないとどういう知識入れていいか分かんないんですよ。要はマスター演習って問題解いてちゃんと覚えてるっていうというところよりもこういう問題が出るから、あ、ちゃんとインプットのここをもう一回やんなきゃいけないなっていうね、要はインやってちゃんと分野別の総求めで大事なところを確認して本格的な演習をやって、そこで、まあ、回答テクニックとかね、要は試験って回答のテクニックでなんとかなる部分っていうのはやっぱりあるんですよ、うん、そういったものはちゃんとここの演習でやりますね。でその演習でやった上で あやふやな知識とかそういうのを洗い出しもう一回スーパー見るという、まあ、ここのところってなんか相関関係にあるんですよ。であと出た順必勝総まとめっていうのは8月ぐらいから始まるんですが、インプットでスーパー合格やる、で演習でアウトプット、アウトプットって問題解くことになります。で問題解いて問題解くことによって知識やるべきところが明確になったら今度アウトイン、これね演習講座の部分もあるけどインプットの部分もあるんですよ。要は問題やってその周辺を図表集というのでまとめていきましょうというのがこの出た順必勝総まとめています。だからインプットやってアウトプットやってそしてアウトプットやりながらインやる、それで確実に知識を定着させていきつつ、もしでもしは説明いらないですね、模擬試験です。で基礎編と実践編とファイナル模試ってレックは2回3回1回これもうパックになってます。多いですよ、結構数あると思いますよ。でまず基礎編というのは本当に基礎で、本試験はもうちょっとレベル高い難しい問題も本試験はね過去問じゃ見たことないような、要はテキストに載ってないような難問みたいなのは絶対出ます。難問、鬼門とは言わないけどね、宅建試験の場合はでも難しいのは出ます、うん、でそういうのはね合否関係ない問題だからできる必要ないんですよ、うん、でもそれでも難しい問題というのは本試験は必ず出ます。でも基礎編のところでは出さないです。実践とかファイナルだとなんだこれ見たことないぞっていうのは本試験でも出るのでやっぱ難しい問題を出します。なので、まあ、基礎編でまずは模試という50問というのを解く、うん、なんか体力っていうね2時間を集中してやるってなかなか難しいことなんですよ。慣れてる方は別だけど、だから試験とか慣れてる方って別に2時間勉強して2時間座ってて2時間頭使って解くって何でもない方もいるけど、いやもういや勉強っていつぶり、いや小学校とかぶりじゃねえかとかね、
そうすると皆さんのご年齢人まちまちだけど、3年前に、いや3年前小学校あんまいらっしゃらないですよ。いやもうあれは何年前なんだろう、もう40年かそこら前かな、そういう方も多いですよね。忘れてるんですよ。だからやっぱり大変なんですよね、それを思い出しながらやるって。なので、模試で2時間という勉強体力つけ、あとは模試で弱点をね探す。で多分この模試という模擬試験というのは予行演習的な位置づけでやる方が多分意識は多いと思います。それも間違ってないです。離れ、本試験でいきなりぶっつけだとやっぱ緊張したりとか、なんか戸惑っちゃうといけないから、離れ2時間というものを時間計って模試というね会場でやると緊張感とかもあるじゃないですか。そういう離れという部分はもちろんあります。でもそれ以上にこの模擬試験は自分自身が弱点となってまだやるべきことでできないこと、できてないことを探るためのものなんですよ、っていう位置づけにした方が私はいいと思います。だから例えば模擬試験でね変な点取るとねショック受ける方いいんですよ。気持ちわかりますよ。一生懸命すげえ勉強したのに全然なんか30点超えないっていうのと悔しいですよね。泣えるんですよね。もう泣いちゃダメ。模試は弱点を探すとこです。なので模試で弱点を探してってください。でそのファイナル模試ってのはもう最後の総仕上げ、だいたい2週間ぐらい前なんですけど、試験のねそこで最後の総仕上げ、それをファイナル模試って言います。そして直前対策、これ直前ってだいたい10月入ってからです。何やっていいか分かんなくなっちゃうんですよ。大丈夫です。プレミアム合格フルコースは全部入ってます。最後の最後はねご面倒見させていただきます。直前ポイント300、これ300個一問一答なんですよ。で300個ね究極です。これはというと、で実際その300の知識だけで合格しないんです。ただこれ、1日でやったり3日に分けて2時間半で、2時間か3回に分けてやったりとか、でも分野まとめてね1日とか、あとなんなら前半を1日でやるんですよ。洗い出しいけます。あここら辺まだ自分苦手だなっていう。で実際試験の時って1万のあやふやの知識より100の確実な知識、1万のあやふやですよ、100の確実な知識ですよ、どっちが武器になるか。本試験で100なんですよ。100な確実な知識なんですよ。確実な知識がこれが絶対バツってなったら正答率 33% なんですよ。4した確率だから 25% じゃないですか。絶対これはバツってなる。それだけで確率上がる、できる確率が上がるんですよ。あやふやな知識1万あっても、あやふやだったら三角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 、知らないのと一緒なんですよ。だから直前期に大丈夫この300は最低限のところと、でもこの300が絶対全部大丈夫ですなんていう方は他もしっかりできるようになってますって。でも300ポイントのところでこのポイント300で、いや半分ぐらいで、半分ぐらいでもなんかね間違えるところって偏りが出るんですよね。そういったところにね直前期注力するっていう、そのねご自身のねその今の現状の弱点明確になるんでね。だから模試だとなんか難しかったからできなかったとかあるけど、究極のポイントって基本的なところでちゃんと知識がちゃんと取れるかどうかっていうのを見る。だと出るとこ大予想会って形式は模試50問の模試と全く同じです。ただ模試はさっきも言ったように実践模試もファイナル模試もこんなのできねえだろうっていうのを必ず出します、レック側は。それはなぜなら本試験もそうだからです。本試験のこれまずね試験、宅建試験の特徴として取らせる問題じゃないんですよ。結局競争試験 15% 上位 15% 合格にするってことは、みんな全部過去問の焼き直しの車の免許、原チャリの免許みたいな、何回かやって見たことある問題で正解者が出る問題だったら、みんな48とか49とかもう合格点すごい高くなっちゃうじゃないですか。これねちょっと緊張してとか体調悪い人って不利なんですよ。試験ってだいたいこの50問の試験30点から35点ぐらいの間で合格点作るのが一番実力を測れるんです。だから取材者って30から35狙って作ってきるはずなんですよ。それがレベルが上がっちゃってんでね、最近ね受験生の36とかね、もうすげえ時だと38っていうのが過去最高ですけどなっちゃった時あるんですけど、それでもやっぱり6割7割あたりのねそこら辺の点数で合格させたいっていうことはやっぱり40点は超えさせたくないんですよ。そうすると本当にね頑張って努力してる人が当日の体調とかね緊張状態でねミスがちょちょちょって続くと落ちちゃうんで、逆に低すぎるのもダメなんですよ。
あの20点台前半とかでね、そうすると運で受かっちゃう人もいっぱい出てきちゃうじゃないですか。だから、まあ、大体30から35の間ぐらいで合格ぐらいに作りたいというのがあるから、とてつもなく難しい問題出します。模試でも出します。ところがこのデルトクエア大予想会は50問全部できる問題、全部本試験でちゃんと知らなきゃいけない、できなきゃいけないレベルの問題で出します。だから、まあ、出る予想がされているポイント論点を、あんまりマニアックな聞き方をしないで出す、これが出るとこ大予想会だから、模試よりも内容は、それほど難しくなかったなって感じる方は多いようですが、それが大事なんですよ、全部復習するために。あと6点アップ、これがね、私一番おすすめの講座で、この6点アップって前日の講座なんです。で、前日より前にやることやってる、実施している学校とかもありますし、通信の方は前に聞く方がありますが、私はおすすめしません。なんでかというと、これね、前日に本当に基本的なところがガンガン出るところばっかりあるんですよ。だから民法じゃなくて行法制限です。で、これ前日にそうだった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 、そんなの知らなかった、よしやんなきゃ、そうだったそうだったと、もうね、知ってるはずのことのことをオンパレなんですよ。でもあやふやになってる可能性があるんです。直前期って苦手なことをちゃんと潰すの、そういう作業をやるはずなので、そうするともう分かってると思ってたところが怪しかったりすると、ここで救われるんですよ。で、できるぞできるぞできるぞって言うと、気がね、こう前向きになってくるんですよね。上がってくんですよね。そうするとね、やっぱ試験にも影響、いい影響あったんですよ。これね、完全に前日向けの講座なんですよ。だから直前講座で何が一番いいですかって言ったら、私はこの前日の6点アップがいいって必ず答えます。だから収録も私は絶対ここは自分がやりたいんです。なぜなら前日だから。この講座のものすごく、なんていうんですかね、このメリットが分かるので。だからこの講座はね、本当にいいよと思うんですけどね。っていうのがあったりして、まあ、全部いい講座なんですよ。だけど、それを全部フルパックしたのがプレミアム合格のコース。で、それ以外のパーフェクトっていうのは、直前のね、講座がなかったりとか、何かが欠けてるとか、そういう形になってるんで、まあ、とりあえずこのプレミアム合格フルコースで、どういう講座なのか全体像を今日説明させていただきました。まあ、何はともあれね、皆様のレックが、やる気をサポートさせていただいて、皆さんの合格にね、少しでも貢献させていただけると非常に嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。ご検討よろしくお願いします。以上でございます。はい、それでは短いことで間ではございましたが、プレミアム合格フルコースの全貌というタイトルでお話しさせていただきました。皆さん、ご清聴ありがとうございます。